回はマジカルがゆうきくんに勝利したぞ。今回はジャスティス対こうへいくんのバトルだ。バトルスピリッツ、みんなやろうぜ。バトスピパラダイス。こうへいくん、いくぞ。ゲートオープン、開放。バトルは中盤。では俺はマイエルを召喚。チクスト、タヌグリン。おお、タヌグリン、なるほど。このスピリッツラッシュでネクスト破壊。ほう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 、そういうことか。じゃあコテンマスかい。4枚オープン、2、3、4。アブリエルを1枚手札に入れるぜ。アタックステップ開始時、アルティメットリガーロックオン、ドン、ヒット。天霊を持つ自分のスピリットアルティメット1体につき、このアルティメットのコストプラス1するからヒットになる。そしてヒットすることにより太陽神拳ソウルキャリバーをコストを支払わずに召喚できる。ダイレクトブレイブしましょう。無視打撃、ライフで受けよう。無視打撃、お、来るね。じゃあフラッシュ、シンフォニックバースト。そのアタックはじゃあライフで受けよう。ライフが2以下になったんでアタックステパス終了。アルティメットアブリエルを召喚。よいしょ、ドン。いやでもこれきっちいな。アタックステップマイエルの効果でアルティメットリガー6オン、3、ヒット。ヒットしたので俺はマーズブリンガー。無視タヌキ本物ばっかだなおい。無視タヌキでアタック、ウィゼルでブロック。赤いサンデルビットでアタックではブロック。赤いタヌグリ来るか。ナイフで受ける。アタック1枚でロー、ワンドロー。フラッシュは使わないぜ。はい大丈夫です。そう、ナイフで受ける。俺の負けだ。勝者大畑康平くん。バトル解説、今回のバトルのキーカードはこれだ。アルティメットアブリエル。このカードは赤、紫、緑、白、黄、青のブレイブ一つずつとブレイブできる驚愕の効果を持っている。そしてレベル4、レベル5のアタック時、アルティメットトリガーがヒットすれば、このアルティメットのシンボル1つにつき相手のレベル1、レベル2のスピリットまたはレベル3のアルティメット1体をデッキの下に戻すぞ。アルティメットアブリエルの効果を使って大量にブレイブせよ。コウヘイくん、ユウキくん兄弟は惜しい、1勝1敗だ。いいバトルだったぞ。これからもみんなで楽しくバトルしようぜ。カリスマたちとバトルするチャンスだ。カズンネットワークのウェブサイトから今すぐ応募しよう。キーワードを送ってプレゼントをもらおう。今月はクロスだ。ウェブサイトから応募しよう。アルティメットバトル07、最後の惑星ブレイブがこの段に収録。強力ブレイブが手に入るキャンペーンもあるぞ。俺たちとバトスキーやろうぜ。今回のバトルのロングバージョンを限定公開中だ。カートゥーンネットワークのウェブサイトでチェックしてくれよな。